相方三千町前川喜平怒りの告発なんてやってますよ前ね。川もうで勝手にやれよはと 勝手に告発してろと言いたいんですけど、こんなのやってるぐらいで。で、週刊朝日はですね、週刊朝日またですね、安倍退陣後を語るってんでね、退陣後だよ、誰が語ってんのか、小沢一郎、田原総一郎、枝野幸男、この3人がですね、語ってんですよ。私がですね、こんなに赤手に引いてるんですよ。これね、これね、全部引いてるぐらいです。赤手引いてるのはね、いいから引いてんじゃないんですよ。ひでえなってんで引いてんんですよ。こんなひでえこと言ってるって引いたら、こんなに引いちゃってるんだよ。どうせないよ、この人たちは。はっきり言って。これ、田原さん、本当に昔から親しい人、あれ、ちょっとおかしいよ、言ってることが。いや、最近は、拍車かかってますよ、本当に。森友問題で言えば、絶対に必要なのは、値下げした時の責任者の迫田、氏と、元理財局長。安倍昭恵夫人の証人喚問なのに野党は諦めているとかね、はい、安倍昭恵夫人の何人の証人喚問が必要なのか分かんない。それから、佐賀氏の証人喚問、佐賀氏は刑事訴追の恐れがあると50回以上も証言を拒否したが、それは初めから分かっていたこと、分かってたのは何とかして野党が悪いわけでしょ、これ、証拠を提出してなかったね、追及の証拠を何も準備しないまま、分かっていてやらせただけだったという、結局。今回のトランプ氏との会談に国会招致が求められている渦中の柳瀬経産審議官、昭恵夫人を連れて行った。特に柳瀬審議官については国民の誰もが柳瀬に嘘をつかせているのは安倍さんだと思っている、なのに連れて行くなんて日本の恥さらしじゃないかと。夫人が同伴するのは当たり前だし、はい、柳瀬氏は経産省の、審議官でトランプが行くときにしょっちゅうついていってるんですよ。トランプと安倍さんが外遊するときに、行くのは別に何 の問題もないです。これ国民みんなから嘘つきだと言われてよく体が持ってるねとか言ってますけどね、国民みんなが嘘つきだなんて言ってないし、すぐに国民って言葉は疑問なのは安倍内閣の支持率が下がらないこと、疑問なのはって下がらない、下がってないってことを認めてくれよと、はっきり言ってね、自分たちの方がずれてるという、安倍さんは国のためとか国民のためとか全く思ってない、やめたくないだけ、安倍内閣はどうすれば長持ちするか、これしか考えない、こんなひどい話はないですよ、はい、これはその内閣参与の谷口さんも言ってましたけど、はい、近くにいて見ていて、はい、今安倍総理ぐらいですね、その四六時中ね、はい、国のことを考えている政治家は他にいませんと、はい、一番身近に言った人がですね、はい、この人は元その日経ビジネスの編集者ですからね、はい、割と客観的に見てると思いますよ、はい、いくらその内閣参与でも、はい、そういう人がそう言ってんですよ。まあ、田原総一郎さんもね、全然気づかないという、それにこれだけ取材してても安倍さんぐらいね、日本のこと考えてる人いないっていうのを全く気づかないっていうのも、政権を長引かせようとしてるだけだみたいな、そんなことないですよっていうようだ。じゃあもう本当に発言に価値がないですね、本当に。枝野はね、はい、こういうこと言ってね、今の状態をひっくり返せるのは安倍さんを選んだ自民党だ、あるいは総選挙を待つかそのどちらか、とはいえ多数を占める与党には安倍さんへの辞任要求の声を大きくする責任がある与党にやれって言ってるわけだ自分たちができないんだろ、野党はどうするんだよ、野党がやるんじゃないの、そうそうそう、政治家だろうと、安倍さんを辞めさせられるのは野党に責任がある、はいと田原さんが言ったら、それは違うと思っています、自民党の責任ですよ我々が例えば不信任案を出しても自民党が賛成しなければ必ず否決されます、当たり前じゃない、はい、安倍総理を選んだのは自民党と公明党、もうこれ以上続けるべきではないとなったら安倍晋三と首班指名で書いた人たちに引導を渡す責任があるっていうんだけど、なんだそれ、なんでも全然論理が逆転してるよ、はい、これ、ね、はい、政治家としてね、仕事を全部無視してるんで、だったらこの人評論家になりゃいいんじゃないですかね、はい、あなたたちがね、はい、その反対であればね、はい、その多数を取ってですね、はい、倒せるようにしなきゃいけないわけじゃない、そう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 、国民に説明してね、自分たちのところに票を入れてくれと、責任持ってやると、はい、言えないからですよね、ちゃんとそういうことがもうなんか野党の、はい、なんていうか野党を放棄してるって感じだよ ね、これ、はい、自民党の責任で、自民党の中でそういうことを自浄裁判ってやるんならさ、はい、野党いらないじゃん、そうですね、はっきり言って、
角丸に行った方がいいんじゃないですかね。お里の角丸の方に、はい、工作とかね、そっちの方に、はい、でこのね、このダダが小沢一郎もね、うん、めちゃくちゃなこと言ってるんですよこれね、はい、小沢さんはかって2度政権交代を勝ち取った細川連立政権と民主党政権の時です。今総裁選に向けて動き出した自民党の長老たちを口説いて、小沢さんは3度目のチャレンジする気はないの、政権奪取にはそれくらいやらないと。そうすると小沢はさすがに2度あることは3度あるとに期待したいけども、彼らにその度胸はないんじゃないかなと、はい、要するに亀井静香とかですね、春闘してますよね、はいはい、その、古い人たちが、はい、だけどまあないんじゃないのと小沢さんは言ってますよ、はい、やはり国民は立憲の枝野さん、自由の小沢さんに期待してるんだ、期待してないんだって、はい、支持率 0.1% でしょ、はい、自由と期待してるんだろう、うん、そうするとありがとうございます、ここまで国民の不満と不信が出てきたら安倍さんにインドを渡す必要があるかなという気がしてるんです。そのためには野党が結束して多少荒っぽいことでもやらないとメディアが報道しないんですよ。正論を言っていても正論をなかなか報道しない、そういう意味でそろそろ戦術的に何がいいかというその考え時だと思います。何荒っぽいこと何なんですかね、うん、小沢の意見ですよね、こんなものをですね、週刊内容ですね、デカデカと載せてるってこと自体がですね、はい、どうしようもないんですけどね、はっきり言って正論言っていても正論をなかなか報道しないってなんか言ってるんですかね。小沢が言ってないと思います。正論言ってるんですかね、うん、